よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずレノファというチームのですね、雰囲気を今選手、藤田選手として感じられている雰囲気というのはどういった雰囲気がありますか？そうですね、まあリーグ前半戦のまあこうスタートという意味では、まあ、なかなかいいスタートは切れなかったんですけど、うん、まあ、前回のこう鹿児島戦の1勝をこう皮切りに、まあ、今から勢いに乗ってしっかりこれから勝てるチーム作りをこう全員でできているような気はしてます。今から波に乗っていけ、はい、いけそうという、はい、まだ今リーグ戦に必要がないんですけども、まあ、ご自身がその試合に出るためにですね、練習中からこういうことをしていきたいとかっていうようなその思いがもしあれば、まあ、もちろん試合に出ていても出ていなくても練習でやることっていうのは変わらないので、うん、とにかく自分の 100% を出し続けてアピールをしながら、まあ、最後は監督が誰を選ぶかっていう話だと思うんで、まあ、今のところはまあベンチ入りも続けられているので、うん、まあ、そこを継続しつつしっかりまあピッチに立てるように努力していきたいとは思っています。今失点が一番多いっていうことに対して何かありますか、リーグで？まあそれはただ単にもう自分たちの力不足だと思ってるので、まあ、そこはもちろんトレーニングからでもやっぱ細かいところにこだわっていかないといけないなと思いますし、実際に今練習でもそういうところに取り組んでいるので、まあ、徐々にそれが結果に現れてくればいいかなと思ってます。今身長的にですね、4人のゴールキーパーの中で一番その低い、今そのキーパーは190以上いるんだとかっていうのがマスコミがよく聞きますけど、そういうことに何かありますか？別に関係ないですね、うん、気にしていた時期もありましたけど。あ、気にされた時期があったんですか？はい、もちろんありましたけど、うん、まあ、結局シュート止めれれば別に今僕は82ですけど、170センチ台だって、まあ、川口義和さんのような人で、結局はピッチの中で何を表現できるかと思って、そこはそんなに重要視はしてないですね、うんうん、はい、山口県なり宇部市の印象みたいなものもありますか？結構いろいろ回って飲食店だったりとかいろいろ回ってるんですけど、まあ、すごくあったかい街だなと、うん、まあ、このお店 の、ね、店長さんとかもすごいこうレノファだって分かってくれてたりして、すごくこう激励のメッセージだったりを受け取ったりしているので、すごくいい街だなと思ってます。いや本当に、まあ、このレノファっていうチームに移籍してきて一番感じたのは、サポーターがすごく熱くてどんな時でも応援してくれてるっていうのは非常に感じたところで、どんなにこう連敗してても試合に勝てなくても常にまあ次があるよっていう言葉を試合終わった後にかけてもらっていたので、まあそういう意味ではこういうサポーターがいるからこそやっぱ僕たちはピッチの中で 100% 以上の力を出さないといけないなと思いましたし、何が何でもやっぱ勝たないといけないんだなっていう気持ちにはなりました。宇部市ご当地シャレン選手の広瀬陸です。僕も宇部市をこれから盛り上げられるように頑張るので、皆さんもぜひスタジアムまで応援に来てください。よろしくお願いします。